はいどうもこんにちは。今回は前回に引き続き2体問題を扱っていきたいなと思います。前回の問題は東京大学で出題された問題でしたので非常に難しい問題になっていましたが、今回は神戸大学で出題された問題を扱っていきたいなと思います。典型的な問題ですので、前回の内容がしっかり理解できているかっていうのを確認するためにも非常に良い問題になっていますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。それではですね、まずね、確認しておきたいこと2つあるんですけども、今回の問題の中で使う保存則式っていうのは2つあって、1つは運動量保存則、そして力学的エネルギー保存則、この2つを使っていくんですが、前回の動画でも説明させてもらいました。こちらの動画ですね、説明させてもらいましたが、この2つの保存則がいつ成立するのかっていうのがしっかりと判断できるようになっていますか？大丈夫ですかね。はい、まず1つ目いきましょう。運動量が保存されるのはどういう時かというと、こちらでしたね。内力のみで運動する場合でした。それに対して力学的エネルギーが保存される場合っていうのはどういう時だったかというと、こちらでした。非保存力が仕事をしない時でしたね。これら2つが成立する条件になっていましたから、そこをしっかりとね、押さえつつやっていきましょう。はい、じゃあまず見ていきましょう。まず台があってですね、台の上に小球があって、お互いが静止した状態で支えていた手を離したということなんですね。で、まず括弧1番、この小球に働く力を見つけてください、書いてくださいねという問題なんですね。まあもちろんですね、今こんな運動してるからこんな力が働くのかなとか、そういうことを考える必要はなくて、今まで通りしっかりと重力を書いてあげて、触れているものから受ける、今回垂直抗力ですね、それを書いてあげるだけになります。こちらです。はい、よろしいですかね。働く力はまず重力書いてあげて、触れている面から受ける垂直抗力ですね。力と名称を書きましょうということですから、名称までねしっかり書いてくださいね。はい、それでは括弧2番いきましょう。もうね、これ運動量保存則が成立するってことを言ってくれてるんですけど、水平方向ですね、水平方向について運動量が保存されてますよってことをね、理由を説明してくださいという問題になってます。はい、じゃあ一応ですね、台に働く力、ちょっと青色の矢印で書いていきますね。こちらです。はい、よろしいですかね。なので働く力を見てあげると、上下方向ですね、上下方向で考えてあげると、まあ、重力働いてるし、垂直抗力の上向き成分もあるし、打ち消し合うような力になってないんですよね。それに対してこの垂直抗力とその反作用を見てあげると、これは作用反作用になってますから、打ち消し合う力になってるんですね。でそれの水平成分を見てあげると、もちろん同じように打ち消し合う力になっていて、それ以外の力は水平方向に働いてないんですよね。なので水平方向で考えてあげると、内力のみの運動になっているので、運動量が保存されるということなんですね。はい、なので答えとしてはこちらです。水平方向について内力のみで運動しているから、もうこれだけで十分かなと思います。はい、それでは実際にですね、運動量保存則を立てて、小球の速さですか、そして台の速さですか、それぞれの関係式というのを立てていきたいなと思います。小球が点 B ですね、水平面に来た時の速さを V としてあげて、その時の台の速さをラージ V としてあげましょうと。で、ここ注意してほしいのが、速度ではなくて速さ、大きさで言ってるんですよね。なので明らか台はね、左向きに進んでますから、左向きの設定をしてあげてくださいね。小球は右向きの設定をしてあげてくださいね。これがまあ速度で右方向を正とするとかだったら、これ右向きのラージ V にしなきゃいけないんですけど、今回はこの向きで設定をお願いします。はい、では運動量保存則立てていきましょう。今の運動量が MV、 反対向きですからマイナスラージ MV ですね。もともとがお互い止まっていましたから0ですね。はい、ここから計算してあげると、ラージ V が計算できるということになるんですね。はい、それでは括弧3番いきましょう。括弧3番はこの V をしっかり計算してあげましょうということですね。点 B に来た時の小球の速さを求めていきましょうという問題になっているんですが、まあこれはね、ここだけじゃね、式が解けませんから、もう一つエネルギー保存則を立てていきましょうということなんですが、エネルギー保存則、力学的エネルギーが保存される時っていうのはどういう時だったかというと、非保存力が仕事をしない時だったんですね。今回小球に対して垂直抗力っていうのは、もしね、台が止まってたらね、垂直抗力と移動方向がね、接線方向ですから常に垂直になって仕事してないんですけど、移動方向、接線方向になってないですかね、台も動いてますから。なので垂直抗力が仕事してるんですよね。なので小球だけでは力学的エネルギーが保存されてないということでした。じゃあ今台が動いていってるんですよね。じゃあ台がなんで動いてるかというと、もちろん小球が押してるからなんですよね。なので小球がもともと持っている力学的エネルギー、要するに仕事能力ですね、その仕事能力を使って台を押したわけですよね。なので小球はエネルギーを減らしました。でも台は仕事能力を使って仕事されたわけですから、その分だけエネルギー増えたわけですよね。なので
小球が台を押したから台の力学的エネルギーが増えたんですよね。小球が台を押したから小球の仕事能力、力学的エネルギーが減ったんですよね。なので全体で見てあげたら力学的エネルギーは保存されてるよねということでしたね。はい、よろしいですかね。本来であれば小球に働く垂直抗力のした仕事、そして台に働く垂直抗力のした仕事が打ち消し合ってゼロであるってことまで証明しなきゃいけないんですけど、まあ、それをやってるとねちょっと時間がかかっちゃいますから、もう今回こういう形で説明させてもらいました。じゃあ台と小球について力学的エネルギー保存則を立ててあげると、今の速さが V とラージ V ですから運動エネルギーが出せますよねと。もともと高さ H のところにあったわけですから1エネルギーがありましたよねということで MGH ですね。でそこからスモール V 計算してあげるとこの形になって、与えられている数値ですね、代入してあげると 4.2 メートル毎秒というふうに出てくるということですね。メートル毎秒までしっかり書いてくださいね。数字で書いた場合はしっかり単位まで書いていきましょう。はい、じゃあそれではカッコ4番いきましょう。カッコ4番は小球がですね点 B を超えた後どんな運動をしますかということなんですけども、これは力をしっかり書いてあげるしかないですね。小球に働く力を書いてあげましょう。こちらです。はい、よろしいですかね。力を書いてあげるともう明らかですよね。このハイレベル物理の問題で大問1ですね、最初の問題でもこちらの問題でも扱いましたが、力を書いてあげることによってどんな運動をするかっていうのが分かりますよということでしたね。で今働く力がこういう形になってますから、水平方向力が働いてないですね。なので水平方向については速さが一定の運動になりますよと。同じ状態を続けますかね。もともとの速さが0だったらずっと止まり続けてるし、もともとの速さが5メートル毎秒だったら5メートル毎秒で進み続けますからね、まあ、今回 4.2 ですけどね。はい、なので今回小球は水平方向には力が働いていないので、水平方向について等速直線運動をしますよということでした。はい、それでは重心がどんな運動をしているかについても後半の問題ね見ていきたいなと思います。まずは重心速度っていうのが分かってないといけないんですが、重心速度っていうのは質量の和分の質量×速度の和で与えられたんですよね。なので分子にあるものは運動量の和でしたよね。今回運動量がいくらになってるかというと MV たす M かけるマイナス V ですね、反対向きですからね。この値がいくらかというと、もともと最初止まってたわけでずっと運動量が保存されてるわけですから0になってるんですね。なので今回重心速度が0ですよと。なので重心の移動速度が0だっていうことから考えてあげると重心は移動しませんよということになるんですよね。はい、それではカッコ5番やっていきましょう。最後の問題、小球がねここで飛び出していくんだけども、まあ、地面に落下した時ですね、高さが L になってるんですけど、地面に落下した時のこの台の先頭との距離いくらになってますかという問題ですよね。ではまずね、単純な落下運動になってますから、重力加速度 G の落下運動になってますから、鉛直方向に注目して式を立ててあげると進んだ距離が L、 水平方向にしかね速度持ってませんから、鉛直成分0になってますから初速度が0、加速度が G ですから、そこから時間計算ができますよということでしたね。はい、じゃあ台と小球の距離がいくらになってるかっていうと、まあ図を書いてね考えてあげたらいいとは思うんですが、水平方向はね速さ一定ですかね、加速度下向き G ですから速さ一定ですし、台もね働く力がないですから等速直線運動しますからね、同じ速さ V で進んでいますよということでした。なので小球が落下する前に移動する距離は VT ですし、その間台が移動する距離は左向きにラージ VT と出てきますよね。はい、よろしいですかね。なので求めたい距離はこの台の先頭から小球までの距離ですから、ラージ V たすスモール V かける T、 これを計算してあげたらいいんですよね。まあ、こうやって図を書いて考えてあげてもいいんですが、結局はこれってね、台から見て小球が横向きにいくら進んだかを表しているものになりますから、相対的にいくら進んだかを考えてあげたらいいんですよね。なので相対速度を使ってあげてもいいんですね。ここで考えてるんですけど、これ相対速度です、 VR ですね。じゃあ今台から見た小球の水平方向の速度で考えてあげましょう。はい、よろしいですかね。台から見た小球の速度ですから、見られる方から見る方を引いてあげると小球が見られる方ですね、見る方を引いてあげると台の速度ですね。はい、見てあげると小球の速度が右向きに V、 台の速度が左向きにラージ V になってますから、引くマイナス V になりますよね。なのでここがプラスになりますから V たす V で結局さっきと同じになってますよということですね。はい、計算してあげるとこの形になるということでした。今回扱った2体問題は非常に典型的な問題で非常に扱いやすかったかなと思います。何度もやって理解を深めていってくれたらなと思います。この動画が良かったなって人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。